はい、皆さんこんにちは、パイナポーでございます。え、画面がおかしい。ああ、失礼しました。はい。というわけでパイナポーでございます。今回もスカイピックパート12やっていきたいと思います。で、皆様、前回の動画の最後を覚えてますでしょうか。まあ、次回は危ない島に行くと。見てください、この危ない島に行くであろう格好。そう、なんと今回はですね、装備はないです。で、なぜ装備がないか皆さんお分かりになるでしょうか。そう、決してロストンしたわけではないです。やはり目の前に、例えば戦の時なのに、目の前に大きく、さらに内容もよく分かってない城があった場合どうしますか。ガッチガッチに装備整えていったとして、罠があるかもしれない。うん。となると、やはり大切なのは偵察。というわけで、まずはですね、最初にこの何も着てない状態で偵察をしていきたいと思います。そして今回攻略する島は、ズン、あちらにある匠島に行きたいと思います。まあね、私の学生時代、匠という男の子がいまして、その人はとても物静かな男だったが、切れたら怖かった。まさにクリーパーのようにね。まあ、というわけで行きたいと思います。で、ちなみになんですけども、近づくと敵が湧きます。なので1マス離れてます。というわけで、今回はこちらのかなり、まあ、大きさ的にもかなり大きいので、こちらのクリーパー島をまずは偵察していきたいと思います。まずはここから見ましょう。まずなんですが、実はですね、あそこに入り口があります。そして、そこのはしごがあって登って、さらにあそこに入り口がある。そして上に行って、多分頭のところが、まあ、総本山。で、あそこ見えますか皆さん、網になってるのが。あそこなんですけども、多分あれはスポーンブロックなんですよね。まあ、実際に湧いたので、多分あれはスポブロですね。というわけで、ちょっと他の全容は見えないんですが、行きたいと思います。ほい。まあ、見た目的に湧くのは多分、クリーパーかな。じゃあ、定石通りに行きましょう。ああ、やはりそうっぽいですね。じゃあ、まずはここの、まあ。とりあえず何もなさそうですね。登ってみましょう。あ、やはり燃えてますね。あれ湧いてますね。じゃあ、中に行ってみますか。うん、まだ何もないですね。ここに、まあ何でしょう、隙間があって、あー、なんかもう嫌な予感しかしませんね。まあでも、あの下まで行く分にはいいでしょう。ちょっと、あー、これ目と目が合ってないですね。よかったよかった。なるほど。あ、目と目が合ってますね、これは。ちなみに、開けたらどうなるかな。おー、なるほど。まあ、かなり危険ということはわかりますね。ん？皆様、ここで重要な情報です。あ。あれ？ちょっともう一度様子見ましょう。うん。あ、なるほど。これあれなんですね。普通の羊毛か何かでできているのか、普通に爆発で壊れるんですね。あ、いますね。あ、でも見えます。ちょっと中だけ見に行こうかな。あ、どうも。ちょっとこっから。なるほど。上にあれブロックあります。あ、ボックスありますね。ボックスがあって、スポーナーはまあ結構ありそうですね。さて皆様、こういう時皆様はいかがなさいますか？まあもう下の道、下の道はもうほぼ終わっております。そんな時は、やはり、知能にかける軍師に、聞くのがいいと思うんですよね。そして私は今回ですね、天才軍師を一人
雇いました。で、そちらのものにちょっと頼みに行きたいと思います。では軍師のところへ行ってまいります。さてと、軍師殿はこの辺にいるらしいのだが、一体どこにいるんだろうな。はっ、あなたは。そうだ、私が軍師こと諸葛孔明だ。いや、でもその見た目ドラ。ドラではない、諸葛孔明だ。そこのレバーを引いてみろ。このレバーで、まさかこれを引いてあの匠島を攻略する鍵が。はっ、これは相手は匠、つまり爆発。爆発には爆発で対抗しろ。これで爆発。わかりました。ありがとうございました。さあ皆の者、準備は整った。まずは簡単に手持ちを紹介します。こちら、なんと裏で作っておきました対エンドラ用弓。やはり奇襲をかけるときは弓に限りますね。そして、まあ、矢、そして、まあ、匠鶴橋、こちらでも一気にスポーンブロックを破壊しようということですね。そして、まあ、偉大なる諸葛亮からいただいたトントとレバー、そして侵入する経路はこちら、あちら匠島、あそこに見えますね。このトントの目の前からトントを持ってあそこに飛び移ります。果たして可能なのかどうか、まずそこからですが行きたいと思います。まずは奇襲をかけるぞ、まあ、この寝静まった夜行きます。うわー、ドン。いや、危なかったですね。さあ無事に奇襲は成功しました。まだ多分中のやつらは気づいてない。そしてここで何をするか。そう、あれ、なんだこれ、ちょっと予定が変わりました。まずは見ましょう。行きます。おお、これはあれか、きっと上から侵入しても見てるぞという暗号かもしれない。まずは開けましょう。いますね、いますね。あいつらはまだ気づいてない。きっとあいつらはきっとまだ、まあ、寝てますね、あれは。まあ、こっちあの、夜襲っていうんですかね、奇襲をかけてるんで。そして皆さん、ここで登場します。あ。おお。おお、なるほど。待った、ちょっと待って。あ、ボックス、あ。いや、待てよ、あれボックスだ。ちょっと待って、まずあいつを処理しよう。いなくなったか。救出作戦だ、ボックスの。あー、あれボックスですね。あれボックスなんで、まずあれから取ろう。あ、やばい、全然ブロック持ってきてない、どうしよう。あ、待てよ、まだいる。よし、飛び乗るか。よし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 、ボックス1個回収した。で、他のボックスは多分あるぞ、まだ。敵はもう湧いてないですね。ボックスどっかにないか。1個だけだったんかな、ボックスは。どっかに怒ってないか。どこかに。いや、なさそう。そしてこんなことになってしまった。いや、まあ一旦退却しよう。あと、まあ、体力もない。あー、もうあの BGM 流しといてください、ビフォーの。なんということでしょう。あれだけ存在感のあった匠島がこのような姿に。匠曰く大々的な改築をしようと思ったとのことです。
というわけでちょっと戦利品見てきましょう。ボックスが1個のみですね。うん。じゃあちょっと見ますか。そうですね。まあ、ボックスが1個だったかどうかはわからないんですが、見てきましょう。では、いきます。てれてて、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 お、真ん中に、ツルハシ？ちょっと見てみますか。で、まあ、羊毛と羊毛と真ん中行きます。ほい。ん？匠ツルハシ。あれ？これは？匠ツルハシ B。匠ツルハシ B。同じか？あ、なるほど。ん？なくなってしまうが、持ってますね。持ってるツルハシが出てきた。ほう、なるほど。本来は多分こちらを先に手に入れる感じかな。うん、本来こっちを手に入れてからこっちを効率強化、そうですね、こっちの方が上なので、本来は多分こちらが先だったんだな、で後からこっちを手に入れるみたいなプランだったようです。ちょっとプランが崩れた関係でこちら先になってしまいましたが、まあ無事ボックスはまあ手に入って、まあ無事に、ただ特にボタンとかもなかったので、うん、ちょっと中もはっきり見えなかったので、まあそうですね、ちょっとまあ、本来はしないんですけど、ちょっと中の概要とかも皆さん気になると思うので、もう一個別の、サムネ撮る用としてスペクテーターモードでやってる、のがありますので、ちょっとそちらの映像を少し流そうかな。なんで、それを流して今回はおしまいということで行きましょう。まあ、無事に今回、まあ、匠島攻略、かなーって感じですかね。というわけで今回もご視聴のありがとうございました。まあ、次回は多分ここ最後に行きたいので、まあ、次回はそこのその島か月か、あと、まあ、ゲームボーイも残ってるからあっちかなに行きたいと思います。では最後に匠島の本来の様子、そしてボックスは本当に一つだったのかどうかを、まあ、映像のみでご覧ください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。